階層型ストレージの構造例階層型データストレージ管理とは、高速、高価なストレージ媒体と低速、安価な媒体の間でデータを自動的に移動させるデータストレージ技術である。ディスクアレイのような高速なデバイスは、光ディスク及び磁気テープなどの低速なデバイスと比較してバイトあたりの価格が高価である。すべてのデータが高速デバイスにあることが理想ではあるが、 手が出せないほど効果になる場合がある。HSM は大量のデータを低速デバイスに保存し、データが必要になった場合に高速デバイスにコピーする。高速デバイスを大容量の低速デバイスのキャッシュとして利用する。データの利用状況を監視し、どれを低速デバイスに移動し、どれを高速デバイスに残すか、最適な推定を行う。より堅牢性の高い長期保存のアーカイブとして、 利用されることもある。利用頻度の高いデータはディスクドライブに置く。特定の期間利用されないと最終的にテープにマイグレートされる。この時ディスク上のデータは削除されテープへのリンクファイルが残る。テープのデータを利用すると自動的にディスクに取り戻される。トータルのストレージ容量はディスクのそれよりはるかに大きくなり大部分のユーザーは テープの遅さに気づかない時点がある。どこにデータがあるのか、どのように取り戻すのかをユーザーが知る必要はない。コンピュータが自動で行う。データが返ってくるまでの速度に違いがあるだけである。HSM は古くからある概念であり、商業用データ処理の始まりまで遡る。ストレージ及び大容量、長距離通信技術の発展により、 サイズ及びアクセス時間などの尺度のスケールは劇的に変わった。根底にあるコンセプトは変わらないが、より大容量、高速なスケールになった。HSM は最初 IBM で実装され、メインフレームで利用された。HSM の姿をした IBM3850 マスストレージファシリティが1974年に発表された。その後、IBM は、 X オペレーティングシステムやソラリス HP UX Linux のような他の Unix KOS に HSM を移植した DEC b o x VMS システムやアルファー、VMS システムにも実装された近年ではシリアル ATA ディスクが3ステージ HSM で利用されるファイルは高性能なストリジラネットワークデバイスから 安価な数テラバイト以上のシリアル ATA ディスクアレイに移動される。最終的にはシリアル ATA ディスクアレイからテープに移動される。最新の実装ではハードディスクドライブとフラッシュメモリーが利用されることもある。フラッシュメモリーはディスクよりも高速であり、ディスクは検討に値するほど低価格になってきた。長期間低コストでデータをアーカイブするためにしばしば利用される。 テープライブラリーで見られるロボットによって大量のデータ低消費電力で効率よく格納できるようになる。データの一部分を高速ディスクに置き、残りをテープに保存できるソフトウェアもある。インターネットでのビデオストリーム等で利用される。動画の先頭部分が即時に配信され、その間にロボットがテープカートリッジを探し出し、残りの部分をストリームする。 大規模なコンテンツ配信システムでディスクコストを削減することができる。HSM はティアードストレージと呼ばれることもある。これは2つ以上の異なるストレージティアで構成される統合的なストレージ環境である。各、ストレージティアは4つの観点、価格、性能、容量、機能で線引きされるものである。ストレージティアはベンダー、アーキテクチャー、ジオメトリーのみでは 線引きされない。以下が例である。以下のような専用ソフトウェア、アプライアンス、サービスがある。高い階層のデバイスから低い階層にデータの移動が起きた後、高い階層のファイルが削除されることをしばしばファイルグルーミングと呼ぶ。ありがとうございます。